で、えー、とこれがまあ時間帯で、まあ、YouTube ショートで、うん、なんだチャンネル登録者数の推移とかを、うん、まあ時間帯別に出してみたよと。うん、で、まあ、ここにまあ落書きっていうふうに書いてあるのは、まあ、要するに電柱に書かれた落書きの動画を、えー、統計の素材にしているからっていうお話で,、うんでえー、統計としては、まあ、30本、えー、活用して まあ平均6本という形だ、ね、要するに、うん、9時から違うな9時半から10時とかで10時11時半から12時とかで、まあ、5パターンあるからっていう感じで 30÷5 で6っていうお話。でこの統計からわかることとしては、えー、と11時半から12時に更新したものが、まあ、最も多いっていうことが言えて、まあ、9時半から10時に更新したものは最も少ない。 でうーんまあ時間帯を選択できるのであれば11時半から12時の方がいいよねっていうことが言えてくるかなと。うん